皆さんこんにちは。いつもご視聴くださいまして誠にありがとうございます。激しい大雨により東北地方の多くの路線が被災いたしました。今回の動画では現時点で分かる範囲で被害状況を地図でまとめましたのでご紹介したいと思います。まずは奥羽本線です。こちらは現在東の城駅から大館駅 47.5km で運転見合わせとなっていますが、実際に被災いたしましたのは下川沿い駅から大館駅の区間で路盤流出が発生している模様です。 JR 東日本の公式ツイッターなどの写真を見るとかなり大きく被災しておりまして、復旧の見通しは現在のところ立っていません。東の城駅から大館駅の区間では代行バスが運行されていますが、特急津軽は全便運休、日本海縦貫ルートを通る貨物列車も足止めされている状態です。この区間は JR 西日本が発表した輸送密度2000未満の路線に含まれている線区ですが、主要都市を結ぶ特急運行区間であり貨物ルートでもあるため復旧されないということは非常に考えづらいところです。ただ被害状況が詳しくわからない現在ではどの程度の時間を要するのかが不明です。続いて第3セクターの IGR 岩手銀河鉄道線ですが、現在岩手沼区内駅から目時駅の区間で終日運転見合わせとなっています。この区間では奥中山高原駅から小繋駅の間で同床流出、小繋駅から小津屋駅の区間の小繋トンネルでは内部の浸水が確認されており、こちらも復旧には相当な時間を要するのではないかと思われます。ただこの IGR 岩手銀河鉄道線も貨物ルートということもあって復旧しないという選択肢はありえません。また仮に被害が甚大で巨額の復旧費用が必要だったとしても、第三セクターには国からの大きな援助スキームがあるため財政面の問題もクリアできます。さて先ほどご紹介した奥羽本線とこの IGR 岩手銀河鉄道線の不通により JR 貨物の北海道本州ルートは完全に寸断された形になっており、代替ルートも取れない状態です。これらの路線の復旧に要する時間にもよりますが、海運、トラック両面での代行輸送が必要となる可能性があり、先日の鉄道貨物に関する検討会で問題となっていた代行輸送のカバー率が問題となりそうです。続いて米坂線です。こちらはまだ JR 東日本の公式発表にはありませんが、宇前椿駅から手の小駅の区間にある小白川橋梁が崩落したようです。これはメディアが山形県警へ取材して分かった情報とされており、また地図上のこの橋梁が場所として合っているのかどうか現在のところ不明ですが、この区間にある橋梁は地図で見る限りこれしかありませんので、まずこの橋梁と見て間違いないと思います。そして米坂線の終点である坂町駅が冠水しており、その影響で羽越本線坂町駅近辺でも運休が発生しています。さて被災した米坂線ですが、全区間で輸送密度1000を下回っており、JR 東日本が営業係数を公表したリストに含まれています。特に今回被災した区間が含まれる今泉駅から小国駅までの区間は2019年度輸送密度298、営業係数2659とかなり厳しい数値となっています。ローカル線の今後を考える検討会で提言が出されたように、輸送密度1000未満の路線では沿線自治体と事業者の間で積極的な協議が行われるよう求められています。路盤流出程度であればそこまで金額は大きくありませんが、橋梁流出となるとかなり大きな復旧費用が伴います。 JR 東日本は復旧費用の一部もしくは全額負担、さらには復旧後の上下分離方式を求めてくるケースも考えられますが、どうなるでしょうか。そして万円再選ですが、こちらも喜多方駅から山手駅の区間にある濁川橋梁が増水の影響を受け倒壊しています。これにより喜多方駅から野沢駅の区間でしばらく運休というような状況になっています。 JR 東日本の公式発表では被害状況が正確に確認することができませんが、橋梁が流出したとなりますと過去の事例を見る限り1年程度の時間は要しています。しかしこの区間も米坂線ほどではないとはいえ、輸送密度534、
営業ケース1817という収支は非常に厳しいものであり、JR 東日本がすんなりと全額自社負担で復旧させるとは考えづらいところです。こちらでも今後 JR 東日本と沿線自治体の動きに注目ということになります。以上、今回の豪雨による主な鉄道被害のまとめでございました。今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。次の動画でお会いしましょう。さよなら。